病院に行きましたが原因不明のめまいが治りません。常に床が景色が揺れます。どうすればめまいがある中で楽しく生きていけますか。原因不明なんですけど、多分原因探した方がいいですよ。それがメンタルの問題かもしれないし、その視覚の問題かもしれないし、脳の問題かもしれないですけど、できればいろんな病院行って探した方がいいですよ。本当に分からない場合もあるんですけど、いろんな病院行くと見つけられる、そのすごいマニアックな症例っていうのもあったりするので。